はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。経営者様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。あとチャンネル登録をよろしくお願いします。何卒よろしくお願いします。河野太郎、総理になったらやりたいこととして、マイナポータルを利用する形で国が国民の所得、税、資産を把握するデータベースの作成を挙げました。年末調整を廃止して全ての国民に確定申告してもらう。何言ってるかよくわかんないんですけど、まあ、あのサラリーマン全員が確定申告って税務署パンクすんじゃねえのこれ。あとは恐ろしいことを言い出しましたね。国が国民の金の出入りを一元管理と、恐ろしいこと、全部知りたい、何も隠すなみたいな、恐ろしいこと言い出しましたね。世論です。裏金やろしねえよ完全に当選する気ないやろ。総理大臣になった瞬間に支持率一桁もあり得る奇跡の人材。裏金議員がまずきっちりと税金を納めるようにしろよ。共産主義かよ。こいつもう落選したくて言ってんだろ。使途不明金たんまりの政治家がこれ、まず自民党と裏金政治家がああやって追徴課税と刑罰を受けてからだな。そんなめんどくせえことやってられるか。政府が国民の税を一元管理って独裁国家かよ。給与所得控除なくなるけどええんかーって。そんなめんどくせえわって思う人大半でないですか。全国何千万人ものサラリーマン敵に回しましたね。こいつはあの総裁選勝つ気ないな。もうな、言いたいこと言ってやがんな。国がデータベースで国民全員の金の出入りを把握管理って、なるほどな、独裁目指す河野太郎が言い出しそうなことだな。でもそのデータね、あの中国共産党にも流すんですよね。知ってる。河野太郎が総理になった時にこれが作られて、データ、金の出入りデータベース化されたら、それお前中国共産党に流すでしょ。知ってるよ。どう考えてもですね、あの1円の節税も脱税も見逃したくない財務省にしかメリットないんだけどね。あの国民はめんどくせえだけで何の得も見当たらないですけどね。総理になる気ねえだろ。そんなことしなくたって、あのサラリーマンの所得ってガラス張りだろうが。年末調整廃止して個人で確定申告って、これあのサラリーマンの個人事業主かってことなのか、そこがわかんないんですけどね。そんなことやったら全国何千万のリーマンが税務署の世話になるけど、そんなことはあの物理的に可能なの？税務署パンクすんじゃねえの？税理士さんは喜ぶかもしんねえけどさ、仕事増えて。知りもしないで適当言ってない？適当。サラリーマン控除の4割は経費として認めるっていうのも、それも全然なくすのか。サラリーマンの方はですね、まああの、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、月給30万円として、そのうち4割、12万円は通勤のためや仕事するための服やそういうので経費、自動的に4割経費認めます。だから、残りの18万円に課税差し下さいね。そういうのがあのサラリーマン控除って言うんですけれども、それもなくなっちゃうな、あの個人事業主にしたら。不明すぎてわからないことだらけなんですけど、そんなことしたら、大変なことになるんじゃないの。一体どういうことなのか、もうちょっと詳しく知りたいですね。収入の一元管理っていうのは分かったけど、国民の金の出入り全部知りたいっていう欲望、願望、妄想は分かったけど、それと年末調整をなくすのにどういう関係があるのか全然分かんないですね。個人でやっても会社にやってもらっても同じだろ。会社が国に報告すれば。昨日今日で思いついた僕の考えた最強の政策を唐突に出した感ありますね。まああの夕べ思いついたかもしんないけどね。バカ隠せてないですよね。そんなの不可能だって話。バカですねこの人。相変わらず改心しないで、このまま突っ走ってほしいよな。でまあ私訴えられてますから、斉藤元彦兵庫知事が裁かれる。百条委員会の中間報告後に寄せられた知事の悪行情報を、予約が必要なホテルの夕食を当日に食べたがり断られると、俺は知事だぞと
激高した、悪代官みたいですね、これ、なんかドラマに出てくる悪役みたいですね、俺は社長だぞ、こんなセリフをリアルで言う人いるんだね、俺は知事だぞ、偉いんだぞ、知事を辞めてからも俺は元知事だぞって言うんだろうか、当日注文じゃ対応できないから予約制なんだろうが、絶対なんかの障害あるよね、サイコパスなのは確定だと思う、絵に描いたような悪代官、権力を傘にやりたい放題、俺は知事だぞって呪文かよ、維新問題ありません、辞めたら再就職先なさそう、こじきに権力を与えてはいけないと、こいつのせいで全国の知事のイメージだだ下がりじゃないですか、全国知事会はなんか声明出した方が良くない、私らそんなんじゃありません、あいつとは違いますからねって、声明出した方が良くない、食材の手配とか、時間かかる下準備とかいろいろあってね、まあ、8時間つけとかなくちゃいけないとかね、急に出せないから前日にまでに予約を、手してんだろうに、そんなこともわからない、頭が悪い感、満々ですね、知事ならば予約が必要な食事を予約なしで食えるって思ってるとこも痛いですよね、サイコパスってなんか人を騙すのがうまい、賢いスマートなイメージあるんですけど、バカなサイコパスもいるんだなって、なるほどな、バカなサイコパスもいるんだな、必殺仕事人で最後に切られる役にぴったりですね、水戸黄門やら暴れん坊将軍に最後切られる役にぴったりですね、これを参考にした映画かドラマ作ってほしいな、最後は知事が切られて拍手喝采みたいな、そういえば水戸黄門も副将軍だって権力を傘に暴れん坊将軍も将軍であるという、権力を傘に最後は暴力で問題解決してますよね遠山の金さんもそうだよな、権力を傘に、必殺仕事人だけですか、権力傘に来てないで闇討ちとか卑怯な手で、やっつけるのはな、なんか言ってて悲しくなってきたな、昨年の医療費総額は47兆円、3年連続増加で過去最多更新だそうであります、世論です、ワクチンの生産、医者には行くが出された薬は飲まずに余らす、湿布いっぱい持ってるおばあちゃんいたな、なんか知んないけど、引き出しいっぱいに湿布が入って、使わねえで、国内で金回ってんだから無問題、まあそういう意見もありますね、俺全然病院行かないのに年間100万以上国庫に払ってるわ、まあ気の毒だなとは思いますけれども、国民の平均年齢が徐々に上がってきててですね、国民総高齢化してるんで、今後は医療費総額は残念ながら上がり続けるでしょうね、なんせ女性の年齢の中間値が50歳だそうです今、つまりこれどういうことかっていうと、50歳以上の女性と50歳以下の女性が同数、で何ランダムに女性連れてくると50歳以上と50歳以下の確率が同じくなるって、まあそういうもんなんですけど、まあ50歳の女性がすごくいっぱいいる方っていう風になってなったんですよ、医療費総額のピークを迎えた後は、まあ人口減少に合わせてね、徐々に減っていくんでしょうね、47兆円っていうとですね、まあ医療費総額国民1人当たりで割ると38万円を病院や薬局がもらってる、ということになりますね、3割負担なんで、まあ12万円以下の支払いの方は平均より38万円、使ってないから平均より健康な方ということになりますね、3年前に肺がんやった時、私は、まあ、長い治療期間の間にですね、ちょこちょこ支出がありまして、まあ、総額100万円ぐらい払いました私、なので国保からは200万円ぐらい出してもらったってことで、いやー申し訳ありませんでした、結構負担させちゃいました、放射性物質を注射してですね、癌の転移がないかどうか調べるペット検査ってのに毎回3万円ぐらい払ってたんで、まあペット検査の元値は10万ぐらいするんしちゃうんでしょうね。まあこういうのが結構あった。CT だの、あとなんだ、MRI もやったな。あと苦しかったのが、
気管支内視鏡検査、あれもあのゲホゲホゲホゲしちゃってもう苦しくて苦しくて、やった後は必ず38度以上の熱出してました。手術代として払ったのは80万円なんですけど、まあ、こういうのがちょこちょこ重ねまして総額は100万超えでありました。なのであの国庫から200万円、出して、もらったことになるな。その後はですねあまり金かかって、国庫の負担になってないと思うんですけど、私がんの定期検診半年に1回と逆流性胃炎の薬もらいと最近見つかったですね全身性拒否症、これのせいで逆流してんじゃないかっていう話なんですけど、まあ、あの定期検診が年に2回ぐらいですね、そんなにそんなにあの国庫の負担になってないと思うんですけれども、今は、まあ、あのなるべく国庫の負担っていうか病気はしたくねえな、病院行きたくねえなって、思いますよね。自民党女性を守る議連が公衆浴場の利用について男女を、身体的特徴で区別すると定めた法案をまとめ総裁選の争点としたい方針だが、高齢省がすでにですね同じ内容の通知、を全国に出してるんで法制化の必要あるのかっていう声も上がっておりました。厚労省がすでにですね、銭湯の皆さんは公衆浴場の皆さんは男女の区別は体の特徴で、つけてください、通知出しております。まあこうでもしないとね、心は女よってつって、おっさんがね、女風呂ずがずが入ってたら、全国の公衆浴場も温泉宿も温泉業界も潰れちゃいますからね。世論です。そもそも LGBT 法を作ったのが間違い、その通りだよ。何のために作ったんだろう、利権だろ、 LGBT 理解増進協会を設けさせるためだろ、こうなることは分かっていただろうに、バカみたい、ほんとバカみたい、ほんとバカみたい。自民党どうしても女風呂に入りたきゃ切り落とせ、女風呂に体が男が入ってきたら怖いって、心が女には分からんのか。自民のやつは LGBT って社会を乱しただけなんじゃ、これを出したとして野党はどう反応するんだろう。LGBT のあの YouTuber さん、みんな迷惑だっつってますよ。このままね、こんなことやられちゃうと、悪目立ちしちゃって、自分らね、めんどくさい連中って思われて、社会から排除される。避けられる。なんか腫れ物触るような扱いされそうっていうことで迷惑つってましたよ。試験ですけど、まあ社会が乱れれば嬉しい立憲や共産はですね、心が女ってなら入れてやれって言うかもしれないですね。まあ立憲と共産の女の議員が入ってる女風呂に体男が入ってたらめちゃくちゃ騒ぐんでしょうけどね。それより世間の女性の平穏のために手術していない心は女さんは家の風呂入ってきれよ。わざわざ外風呂、行かないでさ、もしくは諦めて男風呂に入ってくんないかな。心は女さんでも、心は女ならそっちの方がむしろ嬉しいじゃないの。男の肌が眺めた方が、まあ中にはムキムキのいい体の人もいるからさ。動物病院経営時代ですけれども、しょっちゅうスーパー銭湯に通って目の保養をしていた芸の方いましたよ。知り合いで、心は女さんはそれとは違うんですかね。むしろ男風呂入りたいんじゃないのかな。今日の単身です。8月末までの都内の熱中症疑い死亡者数は248人ですんで、全国はこれの10倍ぐらい、なんだろうな。エアコン未使用が8割、60歳以上が238人、248人中238人で 96%、エアコンがあるのに使ってなかった155人で過半数、私の父方のおばさんも認知症気味なところですね、真夏に日光浴してしまって熱中症で亡くなりました。96% を占める60歳以上の死亡者の方のうち認知症気味の方ってどのぐらいいたんですかね。ちょっと気になりますね。今後大量に寿命を迎える太陽光パネルの放置や投機を許さないためにリサイクルの義務化を法制化する方針。遅えよ。こんなの太陽光パネル、太陽光発電買取事業を開始した時からセットでつけとけよ。まあその頃は菅直人の民主党ですからね。違反には罰則を
もなんてあるけど、外国の事業者そんなの気にすっかな、全然気にしないで放置して外国に逃げんじゃねえのかな。畑や田んぼパネルにしちゃった常磐線沿線の多くの農家の皆さんはリサイクル代処分代聞いてたまげっかもしれないですね。これどうせこれ売りつけた業者はそんなことは一切説明しなかっただろうからね。今から処分代貯めときましょうね。常磐線の電車乗ると沿線かなりね、太陽光パネル農地、高齢化で耕せなくなったみたいな、あと耕す息子はサラリーマンで、やってくれないとか、そういう事情があんだとは思うんですけどもね。今からリサイクル代貯めときましょうね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。